ようお前ら、俺様だ。今回はね、高校1年生の時のテストの答案用紙の紹介ですね。これは国語です。で、これ入学して初めてのテストなんで、内容はね、中学校の内容だと思いますね。はい。元気がなく弱いはこれ、×。溢れるほどたくさんあるは三角で1点。人間の好奇。さて人間。D。好奇心が強ければ強いほど生命力も強いということ、×。括弧に。あ、え、う、いは×。お、え、う、い、あ。なんて読むんだろう。これ羊頭かな。羊頭をかけて、コマ肉を売る。コマさんの肉を売るんですね。時に及びて、まさにと読むんだっけかな。弁金、弁令かな。す、ごとし。ごとしじゃなくて、べしですね。はい。で、減点されてます。4点。ペテンです。はい。ね、4っていう数字はね、ペとも言い換えられるんで、4点はペテンって言ってもいいですね。なんかペテンって言うとね、詐欺師みたいな感じですけどね。で、これは何だろう。乖離点とか、レ点とか、そういう系のやつでしょう。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、でもこの時はできてましたね。レ点です。0点じゃないですよ、これ。ちゃんと丸ついてるからね、点数ついてますね。い、僧たちが、皆持ち日を、ひしめき合いたり、驚かさんずらんとまい、町至るに、し、いだす、出ささむを待ちて、ねざらむも、わるかりなんと思い、うれしい、えうおい、えうおあいか、ねたるよし、あえいはばつ。点数はね、83点です。はい、やっぱりこれ、中学校の内容なんでね、多分簡単だったと思います。はい。それではさようなら、ボーボー。ブーボーブーボーボーブーボーブーボーブーボー。